きです。今日はなんだっけ、読めないとこに止水止水プレミアムアウトレット、イエーイ、言えた。今から行きます。イエーイ、リンとデートです。今日はデート東京から40分ぐらいかな、かな、そんぐらいで着くらしくて、初めて行くんですけど、めっちゃ楽しみ。楽しみ。冬物をゲットしたい。そうだね、いい天気だし。いい天気だし、晴れ女炸裂だねすげえ天気が良すぎて眩しい。ほんとやばい、ピンピカピンだよ。ピカピンだね。めっちゃ広い。広いよ、めっちゃお店あるよ。現在地一番手前ですね。めっちゃ店あるよ。ね。一日で足りますか？足りないと思う。え、ちょっと楽しみ。楽しみ。イエーイ。ちゃんとゲットしました。ゲット。イエーイ。わーい。何見ようかな。私は可愛い服が欲しい冬服。冬服、今日黒ずくめだから可愛らしいのデート服デートする予定あったないないけど、備えが大事だからね、みーさん。そうそうそうだね。ちょっと選んで選んで。あ、選ぶナイスクラップ、イエーイイエーイこれ茶色持ってる。え、そう、これ可愛いと思ったんだけど。これの茶色持ってる。え、これ可愛い。可愛い。でも色違、またなんか色違いの買い物になってしまうよ。またさ、色違い欲しくなっちゃうやつ。色違ソロッチしちゃうやつ。可愛い。可愛い。可愛い。色違ソロッチ。え、可愛い。でも全部可愛いしか言えない。ピンが着てそう。ピンが着てそう。わかった。わかった。可愛い。着てほしい。可愛い。綺麗めコット。鏡こちらです。ありがとうございます。試着していい？いいよ。ありがとうございます。あ、軽い。可愛くない？可愛い。めっちゃいいじゃん。長さもちょうどいい。ちょうどいい。女子っぽくない？女子っぽい。デートっぽい。ヒョウ柄だけど。デートっぽい。うん、デートっぽい。じゃあこれでデートするわ。誰と？これ決まり。マスクが欲しい。色めっちゃ可愛い。そう、なんかこれね、インスタかなんかで見てて。あ、そうなんだ。そう。え、何色かな？茶色かわいい。茶色かわいいな。なんかあんまなくない茶色。うん。紫もかわいいね。とりあえず茶色。着てそう。かわいい。え、それセットなの？セットかな。セットリです。セットだって。素敵。ね、めっちゃいいじゃん。寒い？寒いね。でも中はさ、別に変えられるから。うん、そう、変えちゃえばいいよね。ゼロ生地で超かわいい。候補。候補。60%オフ。なんてこと。なんてこと。ちょっと懐かしクマだよね。うん、懐かしクマ。今グマは今グマ。今グマ黒かな。黒だね、今グマ。可愛い。なんか合わせやすそうだし。うん、いいじゃない。重ね着しやすそうだし。オソロだよ。なんでそんなオソロのもの持ってるの？知らない。やめてくださいよ。これ試着いいですか？はい、かしこまりました。行きます。いらっしゃい。今ね、これを試着したいんだけどね、透けちゃうから何か持ってきてもらうの。あ、ありがとうございます。ありがとう。全然とりあえずで大丈夫です。いってらっしゃい。行ってまいります。可愛いかもしれない。うざいね。うざいね。早く出てきてもらっていいですか？ちょっとテンション上がっちゃって。可愛くない？可愛い。可愛い。いいよね。すごく可愛い。すごく可愛い。いいじゃん。サイズもちょうどいい。ね、ちょうどいい。買います。イエーイ。行ってらっしゃい。1万2557円でございます、はい、それお願いします。1% オフして、お会計が1万1228円でございます。結構変わりましたね。変わりますよね。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。やったー、やったー。超でかい福袋。福袋、福袋のような。しかもリンとお揃いのスタッフ買ったよね。そう、お揃い。めっちゃおそろ、おそろコーデしようね。おそろコーデしようね。お腹すいた。お腹すいたからご飯に行こう。何食べますか？何食べよう。お店もね、いろいろあるから。いっぱいあるからね。行きましょう。ご飯ご飯。レッツラドーン。悩み。え、
決まんないんじゃないですか。決めていただいていいですか。1時間悩んでいいですか。ダメ、お腹空いたのに先食べて先帰る。気になるのあったらストップ言って。はい。でで、うわー、美味しそう。でで、でで、うわー、肉肉肉肉、わー、美味しそう。どうしよう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 。これは決まんないね。決まんないでしょ、ほら1時間。フリフリチキンプレートの白米照り焼きの方。はい。で、同じので雑穀米。あとこれなんか提示すると、オレンジかアップル。アップル、アップルで。全部一緒。え、どうしよう、じゃあオレンジにしようか。お願いします。お願いします。イエーイ。あー、美味しそう。ありがとうございます。美味しそう。めっちゃ美味しそう。超美味しそう。いい感じじゃない。おしゃれだね。ね、おしゃれ。野菜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 。肉肉ポテト。同じです。同じですね。米が違うだけ、ね、そう、米が違うだけ。いただきます。肉。カード提示でいただいたオレンジジュース。ラッキー。野菜もりもりね。なんか、うん、おしゃれサラダや。芋むっかわがあふ。ポテトうま。全部おいしい。やった。お腹いっぱい。お腹いっぱい。さて、苦しいけど私はもじゃんじゃのお土産を買いに行きます。洋服かおやつ。おやつ、おやつ買いたいね。おやつがいいかな。何があるかな。キモい。やばい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 。犬とオソロッチできる感じでしょ。ね、それめっちゃ可愛い。家にちゃんとあるんだよね。もじゃニット似合うからね。そう、もじゃニットが似合う。もじゃも連れてきたかったね。もじゃ連れてきたかった。これさ、もじゃ多分そう、やっぱここ来たことある。違う店舗。もじゃのコート買ったんだ。そうだ、それだね。おそろちゃん。普通に帽子かぶ。え、かわいい。あ、普通に使える。あ、かわいい、似合う。黒もあるの。かわいい。あ、かわいい。持ってる服がね、どっちかな。あ、こっちかな。うわあ。でも似た色持ってない。あ、あるかも。黒の帽子ってあんまないかもね。そうなんだよね。ちょ、もう一回黒かぶって。あ、うん、どっちも似合う。もう一回言って。どっちも似合う。ありがとう。どっちも可愛いよ。でもこっちの方が雰囲気明るくて、うん、そうだね、いいよね。こっちの方が合う服は多そう。ちょっと迷いながらの顔を見よう。うんね、ちょっと迷おう。え、これ私食べちゃいそうな。見て、美味しそう。ラスク、ラスク、美味しそう。手作り日本産無添加無着色。いいじゃん。え、どうしよう。でもこれジャーキー系も好きそうじゃん。ジャーキー好きよね。ジャーキー好きよね。ちょっとピュッてあげれる系。そう、ちっちゃいピュッてやつが欲しいんだけど。例えばこれ、かわいいけど。かわいい。なに、ベレー帽。ベレー帽、かわいい。めっちゃかわいい。かぶってじっとしてられる子じゃないから。絶対無理だよ。ニットあるかな。さっきのニット、かわいい。それもじゃこれ着たら可愛すぎる。あー、ちょっと女子っぽいかな。これ犬が犬着てますみたいな。面白いよね。似合いそうじゃない。似合いそう、めっちゃ似合いそう。ネイビーもある。私が着たいのはこっちだけどね。そうね。えー、恐ろしい。恐るの夢が。17,798円になります。お願いします。あ、はい、さらに 5% オフにさせていただきます。いっぱい買ったね。いっぱい買った。もじゃとおそろっち。手剥がれちゃってるもん。剥がれちゃうね。いっぱい買いすぎ。大興奮。お家帰ったら公開します。イエーイ。パスタソースとかがあるらしいよ。え、なんかいろいろあるよ。ドレッシングとか。あ、え、クマの大好きな飲むお酢。カゴ必要だよね。必要です。カゴ大事。ナイアガラ、ザクロ、ピンクグレープフルーツ、ザクロ、クランベリーもあるよ。え、ちょっと待ってよ。赤ぶどうも気になる。赤ぶどう、あ、そっちにもあるんだ。すごい、いろいろある。ナンバー2、ナンバー3、ナンバー1どれ。ナンバー1あった、ナイアガラ。じゃあナイアガラにしようかな。せっかくだしね。味が想像つかないし、ね、美味しそう。美味しそう。何？ポテトチップスだって。美味しそうじゃない。美味しそう。食べる。黒トリュフか、うん、バジル&ガーリック。
どっち？あ、どっちかな。バジル&ガーリックは味が想像できるけど、うん、黒トリュフって何味？黒トリュフ黒トリュフにしてみようよ。黒トリュフね。イエーイ。いちごミルクの素だって。すごい。絶対美味しい。美味しい。ジンジャーエールの素とアップルレモンティーの素。おしゃれ。面白い。歩くたびに何か入れたまだ先が長い、ね、まだ入り口だよ。あ、出た。今流行りのあんバター。これいつも欲しいけど我慢してたの。あんバター。買っちゃおう。見て、さつまいもジャムだって。抹茶あんバターとかもある。美味しそう。うわー、美味しそう。美味しい、妄想で美味しい。やったー。ありがとうございます。やったー。やったぜ。コロニーって初めて来る、ね、そう、入り口からさ、可愛いニットが見えておってさ、可愛いです。めっちゃ可愛いよね、これ。好きでしょ。好き。オレンジ欲しい。可愛い。あ、可愛い。なんかコーデ可愛いとこのタイプのニットも可愛くて着てみたくない？うん、さっきワンピース買ったじゃん、うん、それに合わせても可愛くない？いい玉。これ可愛い。あ、可愛い。この色使いやすい。あ、使いやすそう。いいね。大人。大人。着物にも使えそうじゃない？うん、合いそう、うん、こっちの色合わせやすそう。シルバー系持ってなかったから。いいじゃん。では会計5点合わせました。8243円ですね。コテージありがとうございます。お会計変わりまして7419円でございます。じゃじゃん。うわ、はあ、私初めてゴディバのこれ。美味しそう。美味しそう。めっちゃ美味しそう。うん、あ、最高です。寒い冬にあったかいゴディバ。ぬく、甘、うま、あったか、最高。なんで私の声を全部言ってくれるの？顔から出てるから。いや、いい買い物でしたね。ね、よかったね。金もいっぱい買って。いっぱい買ったね。私もいっぱい買って。ちょっと帰ったら購入品紹介します。というわけで、じゃじゃん、めちゃいっぱいお買い物してきました。やばいです。もう大満足のお買い物をしてきたので、ここからちょっと買ってきたものをね、紹介していきたいと思います。もうめちゃめちゃテンション上がる。まずはこの一番大きいの行こうかな。ナイスクラップでお買い物したのが、まずこちらのスカートです。キラキラでめっちゃ可愛い。しかもこれはリンさんとお揃いで買いました。やった、こういうの欲しかったんですよ。そしてじゃーん、こちらのニット。今日も黒いの着てるから分かりづらいわって感じなんですけど、これね、結構ガーリーな感じで袖がフォフォフォってチュールがついててね、可愛いの。すごい重ね着とかしやすそうだなと思ってこちら選びました。続いてはこちらのセットです。すごくない？セットインナーがね、こういうちょっと透けた素材で、ちょっと今の季節だと寒いんで、中は今の時期はちょっと違うの着ようかなって感じなんですけど、こっちの外のキャミワンピがこんな感じでベロア素材です。めっちゃ可愛い。もう試着した瞬間にこれってなりました。こちらのセットです。続いてはこちらのコート。意外とこういうね、白いコート持ってなかったんですけど、着てみたらすごい形が綺麗だったので即決しました。あとはこういうマスクもゲットしました。いい色。というわけでこんな感じで福袋みたいなセットを作って買ったみたいな気分なんですけど、結構思い切っていろいろお買い物をしても、カードページでもね、結構お得になったので、レジでおおってなりました。だからね、すごい楽しかった。レジで大興奮。あとね、こちらアズノワズではちょっと可愛いもの見つけたんですよ。じゃん、恐竜と、あとこれ完全にモジャじゃない？めっちゃモジャと思って即決したんですけど、これ何かっていうと、じゃ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 ん、パカッと開けると、はい、エコバッグ。めっちゃ可愛くない？すっごい可愛い。これね、いろんな動物いました。いろんな動物の中になぜか恐竜、これ恐竜なのかな、わかんないけど、袋にした時にちゃんとここにいるっていうのがめっちゃ可愛いです。というわけでこちら2つゲット。
以上元気ね。あとはこちら、私初めてねここでお買い物をしたんですけど、コロニーすごいね、入った瞬間かわいいと思ってびっくりしたんですけど、まずこのニットですね。はい、こういうベーシックな感じのニットで、普通にこのまま着てもかわいいだろうし、重ね着にも使いやすそうだなと思って、さっきのベロアのワンピもねスケスケだと寒いんで、これ重ねてあげて着ようかなとか思ってます。あとはこちらのバッグ、めっちゃかわいくない？大人っぽい感じで手提げにもできるし、あとこうストラップでねかけても OK っていうので、ストラップも取り外しができるようになってるんですけど、ギュッて縛ってあげてもね形がすごい可愛いし、あとこれ着物の時にめっちゃ良さそうって思って、どっちでも使えるからいいなと思って決めました。色もめっちゃあって迷いました。あとねこの靴下3つゲットしたんですけど、ちょうどねお店でお買い物した時にカード提示の割引分で、だいたいその割引金額と同じぐらいのね値段でこの靴下ゲットできたんで、なんかあ、お買い物ついでに靴下ゲットみたいな、すごいお得な感じでゲットしたベーシックで使いやすい靴下です。ラッキー。もうすごいでしょ、大充実でしょ。であとはじゃん、ドッグデプトっていうお店で、こちらのね洋服私昔モジャに買ってて、でペットと人間のペアルックができるお店なんですよ。でとりあえずね、とりあえず買ったのがこちらの帽子、可愛くない？なんかいろいろ合わせやすそうな帽子と、あとモジャのおやつ買いたかったんだけど、これ美味しそうだったから買った、犬用のラスクです。普通に美味しそうで食べたくなっちゃいますね。さあそしてペアルックなんですけれども、こちらです。こちらが人間用のニット、色めっちゃ可愛くない？カラフルで、すっごいもう店入った瞬間に可愛いってなって、犬用もあった、可愛い。ちょっとモジャに着せてみよう。いやーやばい、どこまでが私でどこまでがモジャかわからない。一体かもや、いやそうでも私は大満足だよ。おやおやおや、めっちゃ可愛いニット、普通にこれもじゃとペアルックとか関係なく大満足のめっちゃ可愛いニットゲットしました。そして最後は食料品です。ほんとアウトレットって何でもあるから楽しいね。まずはソルトバナナチョコチップス、ただのバナナチョコチップスじゃないんだよ、ソルトだよ、絶対美味しい。そしてこれが高級感やばいの、黒トリュフのポテチ、絶対美味しい。そしてこちら、私飲むお酢大好きなんですけど、それのナイアガラっていうナイアガラって何って感じだけど、多分マスカット、もうすっごい美味しそう。あとはこれがもう私ずっと食べてみたかったんですけど、じゃん、あんバターです、絶対美味しい。ちなみに粒あん、みんな粒あんなのかな、こういうのいろいろあるのかな。朝ごはんが楽しみになりました。で私これちょっと全然知らずにレジに行ってびっくりしたのが、じゃーん、このクラッカーいただいたんですけど、これね買おうか迷って、でちょっとまあやめとくかって感じでやめたんだけど、そしたらカード提示でクラッカープレゼントっていうのやってて、マジでーみたいな、ラッキー、こういうサービスもやってるんだと思ってめちゃめちゃ嬉しかったです。お昼に食べたカフェでもねカード提示でドリンクもらえたりとか、あ、そういうサービスもあるのねと思って、すごいどこでどんなサービスやってんのかなみたいなのが、カード出すたびにちょっとワクワクしながらお買い物できました。なんかもじゃきたはい、というわけで大満足のお買い物でした。私が今回お買い物したのはプレミアムアウトレットだったんですけど、三菱地所の言えた言えないと思ったけど言えた、そう、三菱地所のグループカードを持っていると、全国9施設のプレミアムアウトレットや丸ビル、マークイズ、みなとみらいなど全国のグループ施設でお得に使えるそうです。そして現在三菱地所グループカード入会キャンペーンっていうのをやっていて、くまみきのインスタ見た、くまみきの YouTube 見た後お伝えいただくと、通常の特典に加えてさらにプラス1000円分三菱地所共通ギフト券がもらえます。キャンペーンの詳細については動画概要欄に貼っておくので、そちら見てみてください。というわけでね、もう今日はめちゃめちゃお得にたくさん買い物できて大満足という動画でした。今日の動画楽しんでいただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃバイバーイ。